ギャルコスタガルコスタは、ブラジル、バイア州サルバドール出身の歌手である。レコード店を経営する父親に若い頃から影響されたコスタは、1960年代後期から70年代の間、ブラジルのトロピカリアムーブメントにおける女性歌手、ギタープレイヤーの第一人者となった。1968年、音楽での講義が検閲されると、 友人のマリア・ベターニア・マリア・ベターニアと共に、ブラジルの軍事政権としばしば衝突する政治活動家となった。1963年、名優のミュージシャン、カエターノ・ベローゾをン・カエターノ・ベローゾが、彼女をジルベルト・ジルジルベルト・ギルト・トン・ゼー、トム・ゼーに紹介し、ベローゾとのデュオによるデビューアルバム、ドミンゴ、ドミンゴのためのサンパウロでのレコーディング契約を獲得した。 1969年の彼女の名を冠したソロデビューアルバムはベローゾ、ジル、ゼート・ジョルジュ・ベンによる曲を含みトロピカリズムの古典とみなされている。このアルバムではブラジルの様式と英米サイケデリックの影響がバランスしていたのに対し同年発売された引き続いてのアルバムではジル同様後者への継答が認められた。次のアルバムリーガル・リーガルは前作ほどではなく 翌年のライブアルバムでは再びスムーズなブラジリアンサウンドとヘビロックがバランスしていた。1973年のコスタのアルバムインディアは際どい赤いビキニをつけたカバーにより検閲された。コスタはトム・ジョビン、ベン、エラスモ・カルロスのような数々のブラジルで最も人気あるソングライターの曲を録音した。1982年アルバムファンタジア・ファンタジアからのシングル フェスタとインテリオールフェスタデュインテリアは、彼女の過去最大のヒットとなり、年末までにマルチプラチナとなった。コスタは1995年の映画オーマンデリムで、カシュカルメンミランダ役を演じた。彼女はポルトガル語、スペイン語、英語で曲を録音している。ありがとうございます。